はよう。あなたおはよう。パパおはよう。あなた、うん、お誕生日おめでとう。ありがとう。パパ、プレゼント何欲しい？そうだな、チャンネル登録者数さらに1万人欲しい。みんなからのチャンネル登録というプレゼントが欲しいです。お祝いとして登録よろしくね。さあ、じゃあユニバ行くか。ん、助役から電話？もしもし、緊急事態じゃん。え、会社が倒産しかない事態になってしまって、今すぐ事務室来れるか？わかりました。あなたどうしたの？ごめん、ユニバ旅行は中止で飛行機とホテル全てキャンセルした。ごめん、行ってくる。あなた、パパ、せっかくの誕生日なのに一体何があったんだよ。助役どうしました？鈴木ごめん、全てわしが悪いんじゃ。教えてくださいどうなんですか？鈴木、お誕生日おめでとう。サプライズじゃよ。これからも一緒に YouTube 盛り上げていこうね。ペトロさん、おめでとうございます。ふざけんな。今から家族でユニバ旅行行く予定だったんだよ。大阪に。すぐにキャンセルしちゃった。どうしてくれるんですか？わかった、任せろ。ユニバの代わりに代々木公園で食べれるクレープ無料券でどうじゃ。良すぎるわ。いやー、昨日仲介さんで食べたカッパの姿に最高だったな。すいません、ハルキ様、成田空港行きたいんですけど、どう行けばいいですかね？ですと、京成線にお乗り換えください。なるほどですね。助けて。キャビン警察の中から助けてって声がする。もしかして、子供が閉じ込められているんじゃ。あ、違う。ありがとうございました。お客様？はい。キャビンケースの中を確認させていただいてもよろしいですか？なんでですか？今急いでるんです。お客様、なんで見せてくれないんですか？次の電車乗らないと飛行機間に合わなくなるからですよ。行きますね。よし、なんとか間に合った。私も間に合いました。え、警察、さっきから何なんですか？ジュエ君、警察に連絡する準備を。お、警察？あなたもしかして子供を誘拐してませんか？は、何言ってるんですか？あなたのキャリーケースから子供の声がしたんです。助けてって。うるさいな、デトラで言うな。行くな。悪く思わないでください。おい、話せよ。さあ、キャリーケースの中見させてもらいますね。お、やめろ。助けて。わあ、また声が聞こえたぞ。早く助けないと。え、しんちゃん、助けて。話してください。は、はい。ほら、だから言ったでしょ、僕が誘拐なんてするわけないでしょ。お客様、これはしんちゃんに助けを求める坊ちゃん人形です。なんだそれ。僕、クレヨンしんちゃんが大好きでボイス人形を集めてるんです。だって、本当にすいませんでした。まあ許します。けど、けどお詫びとしてあげお先生のボイス人形買ってくれたら許しますよ。ちなみにお値段はざっと税込み 79,410 円ですかね。高すぎるな。よし、今から事務室待機。あれ、ジュエ君、僕の iPhone27 知りませんか？すいません。はい、お客様。あれ、入荷だじゃん。今日休みだよね。なんで職場に来たの？え、なんで僕の名字を知ってるんですか？何ふざけてんだよ。俺も仕事中だから早く余計言って。定期券落としてしまったんですけど、届いてますか？え、金のお前が忘れ物？何してるんだよ。社員のお前が定期券落としたら、いろいろ問題になるんだぞ。だから僕、え、金じゃないです。だからその冗談もつまんないって。あと、はじめましての僕に、タメ語やめてもらえませんか？どっち？はい、すぐ、ことぶき並みの怒り発射しめす。おい、入荷だ。からかうのもいい加減にしろよ。え、これ以上仕事を妨害するようだったら、いくら入荷でも鉄道警察呼ぶぞ。皆さん、お疲れ様です。え、入荷だ、どういうこと？なんでお前いるの？お兄ちゃんこそなんでいるの？お兄ちゃん、知らなかったですか？実は私、双子でして、こいつは僕の弟です。そうなの？お兄ちゃんはなんでこの駅に来たの？実は俺、この駅で駅員やってるんだよ。お兄ちゃん、駅員だったの？行けなかった。ちょうどいいや。あ、勝利日記だけど、弟のお前が働いてもバレねえか。じゃあ仕事教えてやるから、改札ついてこい。兄ちゃん、任せて。出ちゃダメや。終電見送りました。入荷の疲れ、酔っ払い大丈夫だった？大丈夫でしたけど。けど顔面逃げもかけられちゃいました。大丈夫じゃないや。なのでシャワー浴びてきます。ごめん、入荷だ。はい、ちょっと事務作業しないといけないから、地上出口のシャッター閉めてきてくれない？階段登るのめんどくさいですよ。そこをなんとか。この通り。この通りだよ。わかりました、行ってきます。悪いね。よいしょ、これで最後かな。あれ、八番出口閉めたっけ？うん、きっと閉めたでしょ。さあ、シャワー見よう。アイズ島がないぞ。シャッター閉めてきました。サンキュー。アイズ島一個ないんだけど、どこにあるか知らない？そういえば改札に一つありましたよ。改札？ちょっと取りに行ってくるわ。はーい。まさかシャッターを閉め忘れてると思わなかったな。改札内のお金でも盗んで帰るか。誰かいる。鍵が閉まってんなら、壊せばいいんだよ。なんだ？おい、何してる？なんだよ、金。警察やるぞ。うるせえな。お前のことも壊してやろうか。やめろ。メタさん、何の音ですか？おほ、入荷だ。久しぶりだな。お前、なんで行っちゃうんだ？そんなこともあったな。まあ俺は不死身だからな。今日はここまでにしといてやるよ。また来るわ。おい、待て。入荷だ。はい、行くな。相手は武器を持ってる。でもあいつ逃げますよ。安心しろ、暗視カメラが犯人の顔をバッチリ捉えてる。明日警察に捕まえてもらおう。それならよかった。でもあいつなんで入れたんだ？すいません。え、僕が八番出口のシャッターを閉め忘れたんだと思います。僕のせいで改札が破損してしまいました。本当に申し訳ございません。
俺こそごめん。俺がシャッターを閉めに行けばよかったのに、入荷に任せてしまった。お前は何も悪くない。先輩。よし、ガラスの破片を一緒に拾うか。そうですね、片付けましょう。そうだな。じゃあ、じゃんけんで負けた方がほうきとチリとり手に行こう。ミトモさん、じゃんけん好きですね。いや、ラーメン二郎の方が好きです。知ってますよ。よし、電車来るのはあと7分後ね。それまでベンチ座ってるか。よいしょ。え、ラーメン二郎マレーシア店がオープン？さすが二郎。電車はあと6分後ね。間に合ったわ。おいおい、喧嘩売ってんのか？おい姉ちゃん。はい。俺より前に何並んでんだよ。え？俺が先にホームついてベンチ座って電車待ってんだよ。はぁ。俺より前に並んで先に電車乗ろうとしてただろ？でもベンチに座ってる人の後に並ぶとなれば、どこに立っていればいいんですか？立つな。ここから去ればいいんだよ。でも正直先に並んだ人が優先されるべきでは。わからないやつだな。いいからさっさと去れ。お前がな。え、キリさん、さっきから話聞いてたらあんた理不尽なんだよ。失礼な。常識としてベンチに座るということは並ぶことを放棄したとみなされるのが当然だと思いますよ。わかって手にしろ。駅員さん、ありがとうございました。いいえ、ああいった理不尽な乗客がいたら遠慮なく駅員に言ってくださいね。わかりました。駅員さん、はい、すごくかっこよかったです。あ、よかったら私の、もしかして LINE ですか？ぜひぜひ。今度赤坂見つけにある美味しいイタリアンでも行きましょうよ。ガム食べませんか？はい。では改札業務お願いします。オッケーと言いたいところじゃが、え、お腹すぎて力入らないから、あと1時間改札お願いしてもいい？いやいや、仕事してください。まあこの動画でチャンネル登録が1000人超えたら変わってやってもいいんじゃがな。みんな、助役に仕事させるためにチャンネル登録お願いね。すいません。はい、お客様、ここ八王子までの切符落としちゃったんですけど。お客様、どちらからいらっしゃいました？新横浜です。ん、なんか怪しいの。今時切符で乗車する人は圧倒的に少ない時代。よし、ちょっと仕掛けるか。お客様、新横浜駅のどの改札から入られました？日産スタジアム改札口です。新横浜から八王子までの料金は確か660円でした。どの路線で来られました？横浜線快速八王子行きです。新横浜駅の次の駅はどこでした？なんだっけな、あ、鴨居です。ほう、改札口の名前と料金、そして乗った電車も抜き打ちな質問にもしっかり答えてる。これはなかなか信憑性あるな。今回はそのまま通っていただいて大丈夫ですよ。いいんですか？ありがとうございました。お気をつけて。しょうろ。ママ、今日の夜ご飯何？今日はイノシシとヒグマの黒酢あえよ。わー、ヒグマ大好き。今日トイレ大丈夫？ちょっとお腹痛いからトイレしたい。じゃあ行っといで。うん、トイレに行っといで。入って行って。はぁ、気持ちかった。ああ、僕のスイカ、便器の中に落としちゃった。ママ、今日どうしたの？便器の中にスイカ落としちゃった。え、でもママは男子トイレ入れないよ。どうしたらいいの？大丈夫、駅員さんに任せて。え、駅員さん？今の話聞いてたよ。ちょっと待っててね。うん。うわぁ、中に入っちゃってるな。よいしょ。よし、取れた。あ、お待たせ。駅員さん。もちろん水でちゃんと洗ったから安心して。はい。あ、ありがとう。本当に助かりました。いいえ。駅員さん、手が汚れるし嫌じゃなかったの？全然。手の汚れなんかよりも、君のパスも綺麗にしてあげたかっただけ。では、私はこの辺で、この先もお気をつけて。駅員さん。駅員さん。じゃあ仕事行ってくる。あなた行ってらっしゃい。パパ、七つ星いつ乗せてくれるの？あ、それまたこの話するね。パパ、なんで逃げるの？さあ、朝ごはん作るわね。パパ、弁当忘れてるよ。あ、やだ。あとでパパに届けに行ってくるね。よし、豊洲駅到着。と。もうお昼だし、今からお昼休憩なのかな。パパ。え、嘘でしょ？パパが知らない女と歩いてるわ。しかも今、仕事中でしょ？駅員さんに出会えてよかった。そう言ってもらえたら嬉しいな。こんな優しい方だなんて。そんなこと言われたら心のダイヤが乱れます。これは不倫。証拠を残しておこう。やっと着いた。めっちゃ綺麗。ホテル、白昼堂の何してるの？みんな、いいねの数が1万いいねいったらパパに突撃するわ。みんなでいいねを押して、パパに突撃させて。ホテルなんて久しぶりだな。へえ、久しぶりなんですね。みんな、たくさんのいいねをありがとう。突撃してくるね。ちょっと、ホテルまで案内してくれてありがとうございました。いえいえ、またわからないことがあれば改札でご対応しますので。とても助かりました。では失礼します。はい、ありがとうございました。ゆうこ、なんでいるの？あなた、弁当忘れてるわよ。あ、忘れてた。てか、なんで泣いてるの？よかった。え、てっきりあなたが女性と歩いてるから悪いことでもしたんじゃないかなって勘違いしちゃったわ。そんなわけないだろ。お客様がホテル分からなくてどうしても案内してほしいとのことだったから案内してあげただけだよ。それならよかった。やば、じゃあ仕事戻るね。仕事頑張ってね。あ、弁当渡すの忘れてた。ちょっとパパ、メトロさん、改札交代の時間です。入荷お疲れ。引き継ぎはありますか？奥の改札が反応悪いから業者用の方がいいかもな。一応頭に入れといて。わかりました。じゃあよろしく。ん？お客様
も大丈夫ですか？ベッキーさん、足をくじって立ってないです。このままチビス休みましょう。無理せずゆっくり休んでてください。1時間後にまた来ますね。ありがとうございます。駅に出てったわ。なんとか事務室で侵入できたみたいだな。情報くれ。更衣室までは事務室正面から入って、しゃがみながら左に向かって。了解。先に更衣室で金目のもん探しとけ。任せなさい。あ、事務室に白手忘れた。もう事務室侵入完了。左に向かうぞ。ん、手渡しこっちだし。あ、ちょっとどうした。更衣室は事務室入って左じゃなくて右だった。おい、ふざけんなよ。そこでしゃがんで何してるんですか？コンタクト落としちゃって。あれ足くじった割によく歩きますね。いや、あんたらグルなんだろ。こそこそ事務室に侵入しやがって。あんたらを刑務所に送ってあげますね。さあ、もっとパッ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 、あらんさらが。やっぱりミニモニ好きなんだ。よし、ミニモニに負けないようにニューカナモニも頑張るぞ。はい、どうされました？あ、こんにちは。お客様、ご用件は？お客様、お客様、なんで私を呼んだんですか？何かお伝えすることがあるんですか？こっち！シナムサキセット号並みの怒り発射シーンです。お客様、いい加減にしてください。こっちは仕事中でね、あなたに構ってる暇はないんだよ。実は私、声が出ない病気なんです。迷惑かけてすいません。ララポートは何番出口ですか？わからずすいませんでした。ララポートは2番出口ですよ。ありがとうございます。秋の服を買いに行くんです。僕は古着が好きです。いいですね。よかったら一緒に下北沢行きませんか？瀬戸の誘い。僕の番号は090の。おい、ニューカラーキムチに何女の子にナンパしてるんだよ。空気を読め。あなたはどっか行け。え、なんかごめんなさい。断捨離するぞ。楽しみだな。ヒヨシは何を見るのか楽しみ。レシータ土中世界だよ。エレベーター来た。まだ乗って。じゃあ地上までお願いします。景色もありました。エレベーターが止まった。ママ暗い、怖いよ。ヒヨシ大丈夫だからね。エレベーターないからだ。お客様どうされました？エレベーターが止まって電気も消えました。今からすぐに業者を提案しますので少しお待ちください。はい、怖いよ。僕、聞こえる？聞こえる。僕の好きなお歌は何？マリンゴールド。駅員さんもあいみょん好きだよ。じゃあ一緒に歌おうか。うん。麦わらのマジな君が。駅員さん、無事業者がついて、もう作業に取り掛かってる。本当ですか？もう少しでエレベーター動くよ。あった？わ、電気ついた。キヨシ、怖いはずの時間を楽しくさせてくれた駅員さんに感謝伝えようか。うん。駅員さん、真っ暗な場所にいても楽しくなることってあるんだね。安心をありがとう。いいえ。笑顔よし。おい、不正乗車やばいって。大丈夫、バレねえって。そんなことで JR 中央線にグリーン車ができるなんて夢のようだな。そりゃそうだけど。よし、ここ東京駅から大月駅までグリーン車で行こうじゃねえか。ちょっと、ちゃんと特急券買おうよ。よいしょ。くー、快適。こんな堂々と座ってたらバレるって。よ、信じろ。え？お前金ないんだよな。だから俺が大月までグリーン車という夢を見せてやるよ。だから、俺の言うこと聞け。わかったよ。ご乗車ありがとうございます。うわ、車掌さんが来た。そんなに余裕なんだ。特急券を持ってない俺たちが車掌さんに声をかけられたら一発アウトだぞ。こんにちは。ダメだ、もう耐えきれない。ごめんなさい。え、僕たち特急券を買わずに座席に座っていました。もう二度とこんなことしません。許してください。お客様、このグリーン車料金は無料ですよ。え、ただお前知らなかったの？俺が不正乗車するわけないじゃん。おい、俺を騙すなよ。悪い悪い。 JR 中央線のグリーン車は来年春までお試し期間として追加料金なしでご利用いただけるんです。そうだったんですね。え、ってことは駅員さん、はい、東京から大月までの普通運賃無料ってことですよね。もう JR さんはストップでなんだから。それは無料よ。信号よーし。よし、定時通り運転できてるな。うわ、なんでこの眩しい光は。ホーム整備中の駅員が出す愛想の光だよな。何があったんだ。非常です。ん、電車が止まった。線路に誰も転落してないぞ。駅員さん、運転手さんは何かトラブルですか？こっちのセリフです。え、光る愛想を使って僕に緊急停止の合図を送ってきましたよね。いや、何もしてませんけど。は？ホームで非常停止ボタンを押してる人もいなかったですし。どうつくな。まさかあなた、自分のミスはなかったことにしようとしてます？どういうことですか？嘘つくなって、それでも駅員か。だから僕何もしてないですって。じゃあいいや。え、ホームの監視カメラの映像を確認します。もういいのかな。実際にあなたが愛想を使って運転手の私に愛想を送ってるかどうかチェックしましょうかね。だから愛想してないですって。うるさいですよ。え、まぶしゃまぶしかり。さっきから揉めちゃってどうしたの。乗客もみんな待ってるんだしさ、早く電車動かしてよ。お前が犯人か。
おはようございます。おはようございます。おはようございます。おい、声が小さいな。もっと出るだろ。すいません。今日からこの駅に新しく配属になりました。北山です。今日はどんな一日にしたい？今日は豊洲駅を利用されるお客様皆さんが素敵な一日を過ごせてもらえるように。綺麗事はいらねえ。すいません。不正乗車犯を捕まえる。それだけだ。もし捕まえられなかったら、他の駅に飛ばすんで。そんな。はい、じゃあ仕事についてください。はい、行ってきます。いや、新しい北山助役？最低な助役だな。ちょっとお客様、鈴木メトロ高速シュート、よっしゃ余裕でしょ。おい、こんな昼間から堂々と不正乗車しやがって。そんなフード被ってねえでさっさとショート表してみろよ。はい、不合格。え、北山助役、鈴木は全然ダメ。そんな荒い対応じゃ犯人は捕まえられませんね。俺をもてあそびやがって。ほう、上司に口答えですか。みんなの家が多ければ多いほどあんたをクビにしてやる。やれるもんならやってみる。やれるものでやってみる。立ち上がれ。は？今現在前回のロング動画のいいね数は4000いいねを突破した。おい、結構ついてるじゃねえか。見たか、俺の勝ちなんだよ。でもそんな数じゃ僕をクビにはできませんよ。なんだって。おい、入荷だ。突っ立ってね、トイレ掃除でもしてこいや。わかりました。しぶといな。どうやったらクビにできるんだよ。お腹すいた。ワニ食べたいな。行きしょ。鈴木の下、北山主役は改札上。鈴木待って、乗り越し生産すか。めんどくさ。そこに生産機あるんで一人でできませんかね。やばい、お客的にもあの態度か。ひどいなぁ。そうなんですよ、北山中学マジでヤバい人なんで、すぐに復員した方がいいですよ。駅員みんなにこき使ってバカにもしてきて、もうこれ以上見てらんないです。ただ北山を組にするには条件がある。条件？この動画が5000いいねいったら北山中学を組にすることができるんじゃ。5000いいね。前回の動画でも4000いいね超えたけど、連日そんな数のいいねがたまるのか。みんな5000いいねちょうだい。しつこいな、無理だって言ってんだろ。おい、みんな絶対にいいね押すんじゃねえぞ。押したら分かってるよな。助役も助役ですや。え、わしか。こんな下っ端の駅員が育たないのはあんたのせいでしょ。うるさい。目上にそんなこと言うもんじゃないぞ。俺がこの豊洲駅を変えてあげるって言ってんだからさ、みんな黙って俺の言うことについてきてくれませんかね。クソ、今日の駅のやつめ。みんなお願いだ、みんなの5000いいねで北山助役をクビにしてくれ。てなことで改札よろしく。クソ、なんてやつだ。メトロさん、今は耐える時です。一緒に乗り越えましょう。そうだな。どうされました？さっきこの改札にいた年配の駅員さんでもういないですか？今は私が改札業務中なのでいないですよ。どうかされました？さっきたまたま改札通ったら券売機のお金をポケットに入れてましたよ。え、明らかに怪しい挙動だったので一応伝えておきます。電話失礼します。ありがとうございました。今日はたったの1枚だけか。しけってんな。おい、あんた券売機のお金盗んだだろ。それ何のことですか？先ほどお客様からお話があり、あなたが券売機からお金取ってるとこ見たって言ってるんですけど。うるさいね。じゃあ証拠はどこにあるんですか？確かに改札内に監視カメラが設置されてるわけではない。北山が言う通り証拠はどこにもない。そういえば昨日のロング動画5000いいね行きましたかね？そうだ、昨日の動画で5000いいね行ったら北山は強制的にクビになる。早く目の前から消えてくんねえかな。メトロさん、クビにすんなら今です。みんなの意見が困っちゃうすか。え、メトロさんどうでした？ダメだ、5000いいね到達してない。そんな、でも明日には絶対5000いいね超えてますって。それは確かに間違いない。でも今日達成しないとダメだったんだ。あら、残念でしたね。まあこれが現実だろ。みんなが俺のことを助役としてこれからも応援したいってことだろ。それは違ったってな。はいはい、言ってな。じゃあ引き続き君たちのことは駅でこき使いまくるので、それが嫌なら仕事辞めれば。まあ君たちが仕事辞めたところで悲しむ人なんて誰一人としていやしないだろうけどね。みんな、メトロさん勇気つけるためにたくさんのいいねで励ましてあげてください。絶対に復讐してやる。俺のこと大声出すなよダリーナ。早く家にいるばあさんに会いたいな。お客様、階段に行かないで。お客様、帰ってパンパンパラワでも見や。僕、お兄ちゃまで。あ、僕二人目の遺憾者だ。僕大丈夫？痛い。何が起きるんだ？怪奇現象？いくら怪奇現象。はい、学んでくれました。はい。雨の日に傘の水滴を階段に落とすと、お客様が足を滑らせて大怪我する恐れがあるんです。すいません。駅員さん、もう大丈夫じゃ。僕も痛いの治った。皆さん、本当にすいませんでした。いいんじゃよ。よし、これを機に足腰鍛えるぞ。雨の日は怪我したくないから、階段じゃなくてエレベーター乗るようにする。皆さん、本当にごめんなさい。ちょっと。はい。
ここで泣いたら涙で足元を滑っちゃいますよ。あ、すいません、急いで拭きます。見てろっつってんだろ。出たろ。息子を改札まで迎えに来たから、駅前に止めてる車を駅員が見ててくれっつってんの。パーキングに止めてくれませんか。金かかるなら負担してくれんのか。いや、それは。だったら行きゃ。わかりました。指輪シボタンが鳴ってる。改札から。どうされました。駅員さんから改札から飛び出して外行っちゃったんですけど。早く清算してください。すぐ行きますね。ジュンヤ、じゃあパパとドライブ行くか。やったー。車を見るのも駅員の仕事なのかね。はい、お疲れさん。はい。俺のポルシェ傷つけてないよな。そもそもポルシェってわかる。え、ま、お前みたいなおじみちゃんは会社なんて無縁な人生なんだろうな。はい、録音終了。なんだってめ。今の暴言全て録音させていただきました。おい、勝手な名前すんな。あんたの今の発言は名誉毀損罪に十分なり得る。名誉毀損。ゆうかだ、この人からもらった慰謝料でポルシェでも買っちゃう。そんなもらえるんですか。俺会社の社長なら立場がある。訴えるのだけはやめてくれ。嫌ですね。あなたの情報を得たいので免許証の提示お願いします。そんな。パパって最低な人なんだね。パパ大っ嫌い。終わった。まさかこの人はテロリスト。ジャック、テロリストが現れました。テロリスト。今出た新木場駅に乗ってる乗客全員避難させてください。新木場駅に連絡しとく。うん、死ねな。緊急停止。皆さん急いでそこに避難してください。え、何事。怖いよ。見つけたぞ。行くぞ。おい、はい、さっきはお前テロリストだな。そんなわけないじゃないですか。リュックの中にはパンダグラフさんの本が入ってるんです。え、本、どんな本かというと、パンダグラフが教える明日学校で話したくなる電車の話という本なんです。僕の本買ってくれたんですか。もちろん。中身はランドクイッククイズや鉄道に関する質問、キャラクター扱いや駅員あるあるなど、みんなが見て喜んでくれる内容が盛りだくさん。みんな、ロング動画のコメント欄に購入リンク貼ってあるので、欲しいなと思ってくれてる人はロング動画をクリックしてね。ニンニクも入ってる。ロングと腹でたまるか。なんで駅のトイレ借りるだけで入場券買わないといけねえんだよ。そう言われましても、これが決まりなので。しかも入場券の料金高すぎるだろ。いや、そんなことないと思うんですけど。もう森ちゃんからとりあえずタダでトイレ行かしてくれや。誰か助けて。僕が払いますよ。あ、そんな騒いで情けない。入場券のお金ぐらい僕が代わりに払ってあげますよ。ホーニーさん、ちょっと腹立つけど、まあ助かるわ。あなたの大声で周りのみんながびっくりしてたのでね。だからもう大声出すのはやめなさい。わりわり金浮いた。駅員さん、入場券いくらすか。さっさと払って終わりにしましょう。入場券は5000円ですね。5000円。いやいや、普通入場券の相場って120円ぐらいでしょ。うちの会社は昨日から入場券の値段を値上げしたんです。昨日から。いやいや、そんなお金払うわけないだろうが。あんたが大声出してるからみんなびっくりしてるぞ。大声出すのはやめなさい。うるせえよ。こうしてやろうか。やらないよ。だったら今からさざ波を線路越しの正面から取ってこい。踏み切り入るのさすがに危険だよ。まあ、取れなかったらお前と絶交するまでなんで。まもなくさざ波が通過いたします。嘘だろ。友達を失ってたまるものか。線路に人が。嘘です。さあ、怖い怖い怖い。やめろ。線路に立ち行って危ないだろ。友達にさざ波を取らないと手を切るって言われてました。その友達にすぐ電話しなさい。あ、はい、もしもし。くしなさい。あ、いい写真撮れたか。駅員の鈴木です。自分の勝手な都合で縁を切るだと。こりゃ命令だ。二度と桜本君に関わるな。ちょっと、もしもし。そんなの友達なんて言わないよ。君のことを大切に思ってくれる人こそが友達なんだよ。そうですよね、駅員さん。ん、写真撮ってもいいですか。さざ波はもう通過しちゃったよ。いえ、駅員さんとです。僕とどんな電車の写真よりも、人生の教訓を教えてくださった駅員さんとの写真の方がよっぽど大切で価値があると思うので。嬉しいな。よし、じゃあ撮ろっか。じゃあ、敬礼のポーズで。了解。この駅を燃やしてやる。アリス、あの人ヤバくない。あ、絶対悪い人じゃん。目の前にいるやつはみんな消してやる。来ないで。アリス、緊急ボタン押して。お客様どうされました。エディさん、あれ。嘘だろ、もしかして自爆テロ。前にも京王線でハロウィン中に自爆テロが発生したばかり。ここは絶対に阻止するぞ。一人たりとも逃がさんぞ。皆さん、全部先に逃げて。はい、はい。邪魔な意見だな。あんたを消すにはこうでもしねえとな。ハッピーハロウィン。うっせんだよ。なんで言っちゃダメじゃん。え、びっくりさせてすいません。僕たち劇団員でして、今日はハロウィンなので電車内を私たちで盛り上げようかなって。え、これから渋谷でハロウィンパーティー。駅員さんも一緒にどう。私がゾンビメイクしてあげる。